ノンネム君を監督しました尾道市立大学の富田澄香です。この作品にはノンネム君という妖精が出てくるのですが、その妖精は人間の体の中にある疲れを取るのが習性なんですが、そのノンネム君たちの日常の1ページを切り取った作品となっております。私は眠ることがすごく大好きなんですが、その寝ている時に自分の内側にある疲れが取れるっていうのが不思議だなぁと思ってて、もしかしたら私が気づいていないだけで寝ている時に第三者から疲れを取られてるんじゃないかとか、そういったことを考えたことがあって、そういうとんでもないことが起こっていたら面白いなっていうのをこの作品に込めました。先ほど言ったような習性がノンネム君にはあるんですが、その人間の睡眠の種類にレム睡眠とノンレム睡眠っていう2種類があると思うんですけど、そのノンレム睡眠っていうのをモチーフにしてこのノンネム君という妖精を作りました。で、名前の由来もそこから来ていて、私がノンレム睡眠をずっとノンネム睡眠だと勘違いしていて、その名前がすごく可愛いなと思ったので、その名前を今回の妖精の名前にしました。とノンネム君たちがあの手この手を使って人間の体の中にある疲れを取り除こうとするんですが、その取り除いた疲れを一体どうしてしまうのかっていうのをぜひ見ていただきたいです。当日皆様の前で作品が上映されることとても楽しみに思っております。本日皆様がご帰宅された後に、もしかしたらノンネム君たちがいるかもしれません。それではよろしくお願いします。